六本木八丁目通りまっすぐ坂道上がって3本目の道を右に突き当たりにマンションあるからそこの301ね。うちはセックスがしたくてしたくてしょうがない人たちが集まるサークルなんですね。スケベな人しか来ちゃいけないんだよ。じゃあ朝5時までごゆっくりどうぞ。あなたみたいな可愛いことやったことなくて。なんで？やっぱりあそこも可愛いっすか。私とやりたいって思いました。じゃあやりたい。ダメ。いいよ。すみません。すみません、言っちゃいました。もうそういうことやられたんですか。何マジでやってんだよ。私あいつとやることになりそうなんだけど。ぶっちゃけ誰もあんたとやりたくないんすよ。あ、ここ来る前に病院行けよ。月とかになってんじゃねえよ。なってないっすよ。楽しくないですか？楽しいです。愛の渦。誰とやった？あれ。おう、すげえじゃん。